アリペッカ・ニッコラは、フィンランド、北サボ県、クオピオ出身の元スキージャンプ選手で、1986年から1998年に国際大会で活躍した。現在はスキージャンプ指導者。1985年12月30日にスキージャンプ週間のオーベルストドルフ大会でワールドカップデビューした。1987年のノルディックスキージュニア世界選手権で優勝。直後のノルディックスキー世界選手権にて団体金メダルに貢献した。オリンピックには1988年カルガリー大会から4大会連続して出場、同大会と1992年アルベールビル大会で団体金メダルを獲得した。個人戦においてはカルガリー大会と1998年長野大会のノーマルヒルで共に15位となったのが自己最高である。ニッコラの最も輝かしい実績は、ノルディックスキー世界選手権で合計7個ものメダルを獲得していることである。その内訳は、金メダル4個、銀メダル2個、銅メダル1個である。スキーフライング世界選手権での自己最高位は6位が2度ある。スキージャンプワールドカップでは、通算9勝を挙げ、1989、90シーズンには総合優勝を果たしている。1998年現役引退。2006年4月からスロベニアナショナル B チームのコーチとなる。2007年1月にバッチャバイツコーチが解任された後を受けてナショナル A チームコーチとなったが2007、08シーズン終了後ニッコラも解任された。ありがとうございます。